軍務博は中世以来のイギリスの官職、国務大官の一つ。軍務博のほか、指揮部長官、文章院総裁、文章局長官、警備長官など様々に訳される。中世においてはマーシャルは大芝の副官職であり、さほど高い地位の役職ではなかったが、国王政調の秩序維持に責任を負ったため、徐々にその地位が向上した。やがて天礼。 文章院の統括を職務とするようになり、後には軍事的要素が減ってそういった儀礼面が主任務となっていった。14世紀に騎士法廷が創設されると、ロードマーシャルは大司と共にその真理を共催するようになった。騎士法廷は反逆罪、捕虜、身代金、文章、軍需品の契約といった軍事上の争いを管轄した民事法廷であったが、 大芝が常設されなくなった後、ジェームズ一世は、騎士法廷を、称号、紋章、高等名誉毀損を管轄する、裁判所へ改め、軍務博が、その唯一の裁判官職となった。騎士法廷は1737年以降は長きに、渡って改定されなかったが、1955年に裁判を行って、未だ健在であることを見せつけた。1484年には、 天礼、紋章の統括組織として、紋章院が設置され、軍務博がその総裁となった。軍務博は、紋章院総裁として部下である紋章官たちとともに、戴冠式、王族の結婚式や国葬、議会の開会式、ガーター騎士団の礼会といった王室関連の儀式を取り仕切る。最初に、世襲のロードマーシャルに着いたのは、初代ペンブルック伯爵。 ウィリアム・マーシャルの父ジョン・フィッツ・ギルバートである。彼は以後マーシャル姓を名乗るようになる。マーシャル家が絶景した後は、ノーフォーク伯爵、ビゴット家やノーフォーク公爵、モーブレー家、ノーフォーク公爵ハワード家などが主に世襲し、1397年以降は、R ・マーシャルと称されるようになった。1672年からは一貫して、ノーフォーク公爵ハワード家によって世襲されているが、 1673年に審査法が議会で可決成立し、以降1829年のカトリック救済法の成立までカトリックは公職から締め出されたため、カトリックのノーフォーク公職ハワード家では軍務博の職務を取れなくなった。その間軍務博の職責はノーフォーク公職家のプロテスタントの分家である。 サフォーク伯爵家やカーライル伯爵家が代行するのが一般的だった。1999年のトニー・ブレア政権による貴族院改革で世襲貴族の議席数は92議席に限定されたが、軍務博は議席を保ち続けることになった。2014年現在の軍務博は第18代のオフォーク公爵、エドワード・フィッツ・アラン・ハワードである。ありがとうございます。